エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は iPad でアニメを作る方法を学びたいと思います。アニメ制作はとてもたくさんの工程があって、独学で作るのは大変なので、今回はオンライン講座コロソの豊かな色彩で作る魅力的なアニメーション演出の講座を体験しながら、実際に iPad でアニメを作ってみたいと思います。コロソは100日イラストで有名なモダレ先生や、ソッカの美術解剖学ノート著者のドク・ジョンヒョン先生など、世界的に活躍されているクリエイターさんの講座が見られるサービスです。アニメの講座を担当されている里間先生も、企業でゲーム作りに携わるプロのイラストレーターさんで、ミュージックビデオのアニメなど数多く手掛けられています。絵本の挿絵が動いているような優しい雰囲気で、私もこんなおしゃれなアニメを作れるようになりたいというわけで、実際に講座を見ながらアニメを作ってみて、コロソのいいところや気になるところなど詳しくレビューしてみたいと思います。 iPad でアニメを作ってみたい人はぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。コロソの特徴は、プロのクリエイターさんの作業工程を早回しなしでご本人の解説付きで見られるところです。里間先生の講座は iPad の Procreate というお絵かきアプリを使いますが、アプリの基本操作から丁寧に解説されているので、 iPad で絵を描いたことがない人でもアニメを作れる内容になっています。初心者のうちはどのボタンを押してどのように筆を動かせばいいのか全部見られた方が理解しやすいので、作業工程が早回しなしで全部見られるのはいいなと思います。その分動画の尺は長めになってしまいますが、工程ごとに細かくチャプター分けされていて、倍速再生もできるので、知っていることは飛ばしたり自分のレベルに合わせて効率よく学べそうです。本にしおりを挟むように後で見たい箇所をブックマークできたり、繰り返し見たいところをループ再生できる機能が便利です。講座は見て学ぶものと見ながら手を動かすものがあって、最大3台のデバイスで見られるので、私は見る講座を隙間時間にスマホで見て、手を動かす講座はパソコンの大きな画面で見ながら作業しました。海外の先生の講座にはちゃんと日本語字幕がついていて、映像の中の文字も重要なところはちゃんと日本語訳されています。日本語音声の講座には字幕がありませんが、日本語の動画にも字幕を表示できると、音が流せない場所でも見られてさらにいいなと思いました。里間先生の講座のすごいところは、アニメ制作の講座なのにイラストの描き方から詳しく解説されているところです。お絵描きアプリの基本的な使い方はもちろん、先生が絵を描くときに気をつけているポイントや色の選び方、構図、筆の動かし方まで全部解説してくれるので、イラスト講座の部分だけでもかなりのボリュームがあります。色を塗り重ねるタイプの絵はどのように描けばいいのか、絵を見ただけだとよくわからないと思うのですが、塗り絵などの講義資料がたくさん用意されているので、初心者の人でも迷わずに進められると思います。私も講座を見ながら実際に描いてみましたが、厚塗り風の絵があまり得意じゃない私でも先生と同じように綺麗に描けて感動しました。他にも描き込みすぎず、見る人の想像力をかきたてるような絵の描き方なども紹介されていて、作業の要所要所でなぜこうするのか解説が入るので、プロのイラストレーターさんの頭の中を見られる感じで、とても勉強になったし楽しく進めることができました。コロソは他にも神絵師の講座がたくさんあるので、他の講座も見てみたくなりました。講義資料は一度パソコンでダウンロードしたものを iPad に転送して使ったのですが、 iPad から直接ダウンロードできるとさらにいいなと思います。絵の描き方を学んだ後は、アニメーション用の人物を描いていきます。厚塗り風のイラストを何枚も描いて動かすのは大変なので、なるべく少ない手数で色彩豊かなアニメを作るテクニックが解説されていて、動きをつけやすくするためのパーツの分け方や、レイヤー構成、クリッピングマスクで色をつける方法など、アニメを効率よく作るための方法がたくさん紹介されていて、とても参考になりました。
個人的にすごくいいなと思ったのが、人物だけでなく背景の描き方も丁寧に解説されているところです。この手の講座は人物の描き方がメインで、背景の描き方までちゃんと解説されているものは少ないと思いますが、資料の写真からイラストを描き起こす方法やシンプルなラインアートなど抽象的な背景の描き方などが解説されていて、動画を見ながら描けば背景を描くのが苦手な人でも描けるようになっています。背景に人物が埋もれてしまわないように、密度やコントラストの調整方法、余白の取り方など、アニメ作り初心者の人でもここさえ押さえればなんとかなるポイントがまとめられているので、とても参考になりました。私もプロクリエイトでちゃんとアニメを作るのは初めてなのですが、人物で特に動かすことが多い瞬きや洋服の揺れ、髪の毛などの動かし方が詳しく解説されているおかげで、ちゃんと動かすことができました。パソコンが使える人向けに After Effects というソフトで、 iPad で作ったアニメにパーティクルなどのエフェクトを加えたり、ループアニメにストーリー性を持たせる方法など、実際の仕事で使えるような高度なテクニックも解説されていて、こちらも After Effects の基本操作からきちんと解説されているので、とてもわかりやすかったです。というわけで、実際に作ってみたアニメがこちらです。このチャンネルでおなじみのキツネ娘ちゃんのティータイムの様子をアニメ化してみました。プロクリエイトで本格的なアニメを作るのは初めてだったので、ちゃんと作れるか不安でしたが、先生の講座のおかげでイメージ通りのアニメが作れたと思います。プロクリエイトは以前 iPad のお絵かきアプリのまとめ動画でもおすすめアプリとして紹介しましたが、イラストとアニメが両方作れて高性能だし、一度購入すれば課金なしでずっと使えるので、 iPad でお絵かきする人は覚えておいて損のないアプリだと思います。コロソの講座を受講してみた感想ですが、個人的には大満足でとても勉強になりました。アニメの作り方だけでなく、イラストの描き方や動画編集ソフトの使い方など、アニメ作りに必要な作業がアプリの基本操作から丁寧に解説されているので、アニメ作り初心者の人でもかなり上達できると思います。 YouTube の講座は長すぎると見てもらいにくいのもあって、学べることが限られていたり、アプリの操作が早回しになっていることがありますが、コロソの講座は作業工程が早回しなしで繰り返し見られるので、作業中に迷うこともほとんどなかったです。有料講座なのでお金はかかってしまいますが、買い切りで一度購入すればそれ以上のお金はかからないので、時間のある時にゆっくり進められるのがいいと思います。これだけの内容を独学で調べるのは大変だし、プロのクリエイターが何年もかけて身につけたスキルや考え方を動画で効率よく学べるので、iPad でイラストやアニメを作ってみたいけど何から始めたらいいかわからない初心者の人はもちろん、プロの技を学んでレベルアップしたい中級者の人も満足できる内容になっていると思います。開始1年目の新しいサービスなので、アプリの使い勝手の部分でログインパスワードが保存できなかったり、 iPad の画面分割に対応していないなど気になるところもありますが、その辺はアップデートで改善されていくと思いますし、講師のレベルや講座のクオリティが高くて、イラストやアニメ以外にも 3DCG や映像デザインなどいろいろな講座があるので、気になる人はぜひコロソのサイトをチェックしてみてください。この動画が参考になったよという人は、チャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。